函館駅は北海道函館市若松町にある北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は H75。事務官コードは14101。北海道新幹線開業により本州方面のターミナル駅の役割は新函館北斗駅に移った。本校では函館企業局交通部の函館駅前、停留場についても記載する。 1976年の函館駅及び臨港鉄道、周囲約1キロメートル3キロメートル範囲。右上が五稜郭方面。下段より左下端に青函連絡線若松不当の2つのバースと、下側中央に赤い屋根の函館駅,駅駅舎。ホームは不当の待合室からカーブ上に単式と島式2面の複合ホーム3面5線が設置されている。 駅標速は、駅舎の北に白い長い上屋を持つ貨物ホームと2本の引っ込め線、その北にコンテナヤードが設置されている。駅裏は、南側の不と根本から北へ、高層留置線、船入り館周囲に、入れ替え用機関車こと、転車台、仕分け線と、客車留置線群、車庫、修繕工場を有する。後に、船入り館は埋め立てられて、仕分け線群が増設された。 下段の上側に中央布団があり、ちょうどその写真右端が初代函館駅が置かれた位置にあたる。上段の下側の布団がモズ布団、上側左端が北布団。上段と下段にまたがって万代町船入り官がある。臨港鉄道はちょうど万代布団の右側函館本線から下と上の二手に分かれ、下は下段の中央布団の根本とその下本線脇に、 沿って、修繕工場近くまで伸びるのが、市営第一専用線。中央不頭へ向かうのが、不頭専用線。上段上へ、北不頭からの道路の交差点付近まで、長く伸びるのと、スイッチバックして万代不頭の根本の倉庫へ、向かうのが、市営第二専用線。上段下段ともに、国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成函館本線の単独駅かつ、起点駅であるが、一駅隣の五両角駅から分岐する道南伊佐利部鉄道線の列車がすべて当たり、駅発着で運転されており、事実上に路線の列車が利用できる。利用可能な優等列車等短式ホーム4面8線を有する地上駅。ホームと駅舎は、 段差のないバリアフリー構造になっている。直営駅であり、管理駅でもあるが、当駅は自駅のみの単駅管理となっている。出発担当、改札担当、信号担当、当務ツト助役が到着する。駅舎1階には、緑の窓口、ツインクルプラザ、函館支店、JR 線自動券売機、指定席券売機、伊サビ鉄道線連絡乗車券用自動券売機、 自動改札機、北海道清ス区、北海道式祭館、セブンイレブン、函館市観光案内所がある。駅舎2階には飲食ゾーン、黒猫山と宅配受付コーナー、図書館、イルカ文庫がある。以前は、書店、北文館があったが2018年2月28日に閉店し、現在は1階のセブンイレブンで一部の書籍を取り扱うのみである。 自動改札は常時稼働、友人改札は列車到着の20分前から行う。0時15分 -5 時00分の間は駅舎を閉鎖する。2003年6月21日に JR 北海道が提携しているデンマーク国鉄との共同作業によりデザインした古代名駅舎が使用開始した。乗り場乗り場を以下に示す。一時は6面11線となっていたが、 新駅舎建設のため90.12番線を撤去し、93.4番線を新1.2番線とした。車止めがあり、0キロポストも見ることができる。主な駅弁は下記の通り。函館式業局交通部の函館駅前、停留場は JR 函館駅の南東の道路上に位置する。駅番号は DY17。本線と 大森線が乗り入れているが、両線は一体で運用され直通運転を行っているため、実用上では途中駅となっている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。函館駅側のホームが湯の川方面行き、その対面側のホームが函館土つく前、谷地頭方面行きとなっている。小風町側の軌道時期内には、1968年に函館東、 北とライオンズクラブより寄贈された国道5号の起点を示す起点表が埋め込まれている。市役所前側に渡り線が設置されており、湯の川業史発電車のか増車や貸切電車の運行及び事故や故障発生時に使用する。渡り線は2004年に五両閣公園前、駒場車駒へ、湯の川で使用されているものと同様のものに交換している。2003年7月、 函館駅写真地区に伴う区画整理実施に伴い、電停の位置が5メートル移動することになったことから、全面改装を実施し、上屋付きのバリアフリー構造となった。毎年8月1日から5日に開催される、函館港祭りの交通規制時には、当駅を起点に、八地島、函館土付区、前方面への折り返し運転が行われている。また、花火大会の際には、 無線機を携帯した運行指令員や乗車整理員が乗客案内や料金の収受にあたる。十字街、谷地頭、函館土付、区、前方面側のホームには LED 表示板を使用した電車接近表示器が設置されている。電車接近表示器からは次のパターンで案内される。電車が小風潮を発車すると LED 表示板に いつも電車をご利用いただきありがとうございます。電車は一つ前の電停を出ました。まもなく参ります。どうぞご利用ください。の表示が流れ、スピーカーから函館参加のイントロをアレンジしたメロディーが流れてから、LED 表示板と同じ文言のアナウンスが3回流れる。電車がホームに近づいた際、ホーム手前の河川に取り付けられたトロリーコンタクターが作動すると、 LED 表示が、函館駅前に切り替わり、降車した乗客に停留場名を知らせる。にから、一定時間経過後、LED 表示が、こちら側が十字街、谷地等函館土津く前方面乗り場です。資源ついた地乗車券の案内、乗車の際に整理券を取り、料金は、降りる際お支払いください。函館駅前の順で流れる。なお、 どの段階でも電車が全停留場を出ると1のパターンが再度始まる。函館駅前交差点は、国道5号、国道278号、国道279号、国道338号の起点になっている。金森、赤レンガ倉庫まで車で約5分、函館山ロープウェイ36駅まで車で約7分、市電、十字街下車ごと保約10分、 旧函館区公会堂まで車で約10分、市電、末広町下車ごと保約7分、五稜郭まで車で約15分、市電、五稜郭公園前下車ごと保約18分、湯の川温泉まで、市電利用で約31分となっている。函館市青管連絡線記念館マシューマルがある、若松埠頭は、クルーズ客船の専用岸壁として整備しており、暫定供用している。 函館駅周辺は、交通や商業、業務の中心として発展してきたが、昭和50年代から人口が、旧函館市内の東部や北部へ移動したため、商業や業務格の分散が進んで、都市機能の低下を招いてきた。このため、1994年度に函館駅周辺30ヘクタールを対象とした、函館駅周辺整備構想を策定。 1998年度から2004年度までに、函館駅周辺9.8ヘクタールの土地区画整理事業、函館駅前土地区画整理事業を行った。また、駅前の和光ビル跡地は、函館駅前若松地区第一種市街地、再開発事業により、キラリス函館となった。函館駅前市有地等整備事業は一度事業者が決定して計画を進めていたが白紙となり、 再公募して新たな事業者を決定し、複合商業施設の運び場となった。函館駅前停留所、棒にも森屋前停留所が、函館式業局交通分野への函館資源、函館バス間の乗り継ぎ指定停留所となっている。函館駅前停留所に関するカテゴリー、ありがとうございます。